第3位、日吉中学校。日吉は今の卒業した子らがやんちゃやな。卒業式なんか卒らんバッチバチやで。でも今は大人しなってるから3位やな。第2位、八幡東中学校。八幡東は安定やな。1年2年3年まんべんなくやんちゃな子がおるで。にしても雪やばいな。第1位、高田中学校。ここはかなりやんちゃやな。滋賀の中でも見た目から人数まで一級品やで。文句なし、滋賀ナンバーワン。